ああ、焦らんで。一服していきなあれ。飲料人と思ってるやろ。近頃仕置きを獲物を盗んだ奴がおるらしゅうて、猛者を痛めつける攻め具は陰も様の管理になったんや。茹でがま一つ使うのも手続きがややこしゅうて、仕置きも長い順番待ち。兄の方がヘトヘトや。どっちが罰受け取るかよう分からん。こんな時はなあ、びりやった方がええねん。 フグはうめえが、板前代をケチって自分で裁くもんじゃねえやな。てきめん当たって打ち殺よ。いや、俺のことはいいんだ、俺のことよ。それよりは息子の安八のことだ。情けなくってどうじゃ涙が出てくる。あの野郎、こともあろうに俺の葬式代をケチりやがった。 おかげでこっちはこれ、くなっとおり地獄に真っ逆さまよ。どうせあいつもうっかりこっちへ落ちる口だろうから、来たら鬼に代わって俺がこってり仕置きしてやらな。むむ、お主は。わしは悪事が好機の知るところとなり、 証拠も明白、言い逃れも聞かず打ち首となったわ。おお、鳴神の悪代官か。腰の重いお上にしては手際の良い処罰。桃姫の流飲も下がろう。かつての主従が今ではこうして地獄に落ちた者同士、これからは仲良くいたそうではないか姫。 <笑>こっちは冷やかしできたまでよ。お主の消息は良い手土産、もう会うこともあるまいて、鬼どもと達者で暮らせ。旦那様、よくぞご無事で。お探ししました。てっきり鬼に捕らえられ、 様のもとへ連れて行かれたに違いないと諦めかけておりました。ここで獄卒らに見つかっては元も子もない。話は後にして急ぎましょう。ご案内いたします。そうでございますか。黒光の太刀はどこに行ったか皆目行方知れず。 ここで素直に諦めるようなら元より日陰は歩いておらぬ。今月の言葉を思い出して一つ妙案を思いついたぞ。この陣九郎の魂魄が天文をくぐり天界の神器を浴びて滑殺自在の神通力を手にすれば黒蜜など要るまい。なんと恐れ多いことを。地獄巡りだけでは飽き足らず、 今度は天に乗り込むと申されまするか。天魔となりお前をはべらせ、衛星を生きるのも悪くはない。伊勢天神の細道、高間ヶ原に入る道を教えろ。今月そんなことをしでかせば諸神お怒りにならぬはずがありません。どうかどうかお許しを旦那様。いいや今月、案内せい。
Thank you.